皆さんこんばんは。本日はウリ&タイガの第3回目のプレミア公開にお越しいただきありがとうございます。タイガくん、寒い寒いです。今日もね、お天気が悪くて寒いです。鎌倉に入っております。お天気のいい日は走り回って動き回って落ち着かなくて、お天気の悪い日はこうして鎌倉に一日中入ってブルブル震えて出てきません。大学分かりやすいね。寒がりでお天気、お日様が大好きだよね。ここ最近のね、天気予報、私週間予報毎日チェックしてるんですけど、数日前、1週間後の天気予報の最低気温がマイナス9度になってました。びっくりしました。何かの間違いじゃないかと思って。大河郡地方で最低気温だけどマイナス9度なんて観測史上初じゃないの？もしかしてマイナス9度なんて味わったことないよ。びっくりしました。何かの間違いじゃないかなって思ったんですけど、それで一応毎日チェックしてるんですけど、徐々にね、気温上がっていって、一度ずつ翌日には最低気温その日マイナス8度になり、その翌日にはマイナス7度になり、今見たらね、マイナス5度になってました。やっぱなんかの間違いだったのかな。寒波が来るとは言ってますけど、びっくりしたね。マイナス9度なんてね、まあマイナス5度でも本当に実現したらすごいことなんですけど、びっくりしました。私はね、今までね、体感マイナス、マイナスじゃない、体感最低気温は今までマックスはスノーボードをやっていた時に山形蔵王の山頂で体感した吹雪の中のマイナス11度ですね。あれはゲレンデですけどね、雪山の山頂でね、マイナス11度凍るかと思いました。お友達と一緒にね、腕のポケットにね、ウイスキーの小瓶を入れとくんですよ。でゴンドラとかリフトの上でクイッと飲むんです。全然酔わないです。あの体を温めるためにね、なんか山男みたいなことやってたでしょ。懐かしい思い出でございます。そのマイナス11度、体感温度はもっと寒いでしょう、吹雪いてたので。それが人生史上マックスの最低気温ですね。それに近いですよ、マイナス9度なんて。まあマイナス9はないでしょうけどね。でそれ以外に地上で味わった最低体感、最低気温は、以前ね、数年前に年越しをニューヨークで行った時に行った大寒波が来ていたニューヨーク、マイナス10度でしたね。あれも寒かったです。同じ旅行の行程中に、もっと普段寒いと言われているニューヨークも寒いと言われているボストンにも移動して、ボストンに宿泊したんですけど、ボストンよりもニューヨークの方が寒かったです。寒波が来てたからね。それに次ぐマイナス9度なんて寒さなんですけど、実現するのでしょうか。まだね、雪降ってないですね、大河くん地方ね。これから降るのかな。寒いの嫌だね、大河くんね。さて、毎度おなじみお天気のお話もしたところで、本題に入っていこうと思います。本日ね、毎週土曜日9時から通常ライブ行っているところをプレミア公開にしてみました。3回目のプレミア公開になります。2回目から4ヶ月空いちゃいました。調べたら前回のプレミア公開9月でした。お久しぶりだったね。今回もいつもと一緒、ショート動画総集編です。ショート動画といっても YouTube ショートではなく、私が勝手に短く上げている1分1秒1分2秒の縦長の動画の総集編になります。30本まとめております。ちょこちょこね、ショート動画、短い動画も上げてます。前よりは頻度は少なくなりましたが、ちょっとずつ上げてますので、だいぶ溜まっております。そちらをね、30本まとめて、ドドンとお見せしようと思います。だいぶ4ヶ月も空いてしまったので、季節感がおかしくなっておりますが、どうぞご了承くださいませ。それではね、スタートする前に、本編スタートする前に、皆様、高評価、ポチッとよろしくお願いします。それではショート動画総集編スタートです。タイガくん、お口どうしたん？お口
おふし下のさ、下の唇になんかついてない？え、なんか見せて、ほらほら何お口。タイガ Your lips What's happened? タイガ Your lips? タイガタイガどうしたの？お口ナピューで食べてついちゃったんだね。食べ方がね、ちょっと下手っぴだからね。どう？あ、まだついてるまだついてるよ、お口。せっかくジャブジャブしたのに。見せて、ほら。お目目にぶつけてしまったこちら、新しいの買ってきました。もともとはこちらです。噛みたい放題、嬉しい。あげるね。さあ、あれれれれれ、これ大好きなんだよね、大河くん。赤ちゃんの頃からこれ噛んでます。1年ぐらいね買ってなかったんですけど、これのおかげなのかな、思考がちょっと最近ついてきちゃいましたね。歯石、これのおかげで前までは歯石取れてたのかもしれない。これがこうなるまで大河くんは噛み続けます。
あら、アイちゃん仲良く仲良く、その4時半です。夏は暗いうちからお散歩行きます。帰ったら寝ます。だいぶ明るくなってきたね。雨すごいね。こんにちは。
セガ君なんか女の子みたいだね。ピンクのシュシュ、ママの伸びきっちゃったシュシュをね発見してつけてみたけど、タカ君女の子みたいじゃない、かわいいよ。なんかさ、ハワイのさレイのようでもあるね、ちょっと伸びきってるから。気に入った？大学かわいいよ。太鼓ちゃん、お座り、お手、お手、お手、おかわり、おかわり、伏せ、コロン。もうダメだ。お座り、お手、おかわり、伏せ、ゴロン。いい子だ。いい子、ゴロンできたね。晴れてきちゃった。急いで帰ろう。寒くなってきたね。お昼寝してるんだ。すっぽりかぶって毛布。ぬくぬくして。気持ちよさそうだね。おやすみ。
ミニチュア。ありがとうございます。同じ。ミニチュアピンシャーの大きい。ジャーマンピンシャー。大きいね。なんだけど、似てるね。大きいね、あの子はジャーマンの中でも。大河くんのミニチュアピンシャーは、よくドーベルマンのちっちゃい版って言われるけど、ドーベルマンとは全く血が繋がってなくて、このジャーマンピンシャーと繋がってますね。結構、血筋が。似てるけどね、ドーベルマンともね。でもお顔を見ると全然違うよね、ドーベルマンとは。帰りますか。帰りましょうか。電気忘れちゃった。暗いね。じゃあ、チョコちゃん、だいぶ毛がモフモフ生えてきたね。あ、いい、ちょっと、ちょっと、早いな。はい、大河くん、うん、チョコちゃんと遊んだら、よち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 、ちょっとドキドキしてるんだよね、久しぶりだから。チョコちゃん、いやー、呼ばれるとちゃんと来るんだね。うん、呼ばれるとちゃんと来る。いい子、いい子、よしよしよし。あ、いい子。あ、いい子。いい子だな、チョコ。チョコビー。チョコビー。あら、まだ出ちゃう。早いなー。わちゃ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 。怖い。みんなと遊んでおいでよ。これ遊ばーって。もみみ来るんだって。もみみ来るんだってるね。うん、いいよ、遊んできて。あ、早いなー。おお、激しいね。さっさか。大河くんはその遊び方はできないね。
おはよう。風強いね。散歩しようか。ドルミシアンちゃん口はしてんだ。おおかわいそう、かわいそう。大ちゃん足といで、行っといで、足しといで。わかった。ちょっと匂い嗅がせてねって。怖かった。怖かったの。うん。はい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 。こんにちはって。
してきねん。遊ぼう。行っといでよ。行ってきなよ。行って。踏むな踏むな踏むな。踏んでる踏んでる。踏んでる。踏んでる踏んでる。踏んでる。おい。踏んでるよ。ももなし踏んでるよ。はい。皆さん、お疲れ様でございました。ショート動画総集編、いかがだったでしょうか？30本あるのでね。1分以上あるので30分ちょっとあったかな。お疲れ様でした。季節感もおかしかったでしょ。セミの鳴き声とか聞こえてました。夏が恋しくなりますね。これでも見てね、春を待ち遠しく感じて、このまたね、寒い冬を乗り越えていただければなと思います。今回のプレミア公開、毎週土曜日9時から通常ライブ、YouTube ライブを行っているんですけど、そこのね、枠で、こちらのプレミア公開配信してみました。いかがだったでしょうか？たまにはいいよね、プレミア公開やるのもね。昨年までは YouTube ライブ、毎週ね、やってるんですけど、お友達ライブということで、うちのライブで皆さん集まってもらって、お友達になってもらって、みんなで YouTube 頑張っていこうっていうライブだったんですけど、それは引き続き、行っていくんですが、ちょっとね、教養という意味で、お勉強、講習、健康とお金の話という授業というかね、ライブの中でお話もしております。ゲストのね、今日モデレーターで働いてくれたかな、鉄佑慶先生にね、ご出演いただき、健康とお金のお話というのもやってます。こちらの方もね、引き続きやっていこうと思います。まだ始まったばっかりですので、よかったらね、まだ参加したことのない方、ぜひお越しくださいませ。次回の土曜日の9時から来週はね、そちらの健康とお金の話、ライブできるんじゃないかな。またね、楽しみに皆さん集まってください。それでは、今回のプレミア公開、以上になります。まだね、高評価押してない方、お忘れの方は、よかったらポチッと押してお帰りになっていただければと思います。それではまた来週、通常ライブの方で、お勉強ライブ、そちらの方でお会いしましょう。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。